長らくの間お待たせをいたしました。9時20分発の急行の紀の川号和歌山行きでございます。ご利用いただきましてありがとうございます。これから先止まります駅と到着時間をご案内いたします。次は宇治でございます。宇治から奈良、天理、桜井、高田、五条、橋本、小川、終着和歌山の順に停車でございます。次の宇治には9時37分、奈良10時11分、奈良で4分ほど停車でございます。天理は10時26分、桜井10時37分、高田10時50分、高田から和歌山線に入りまして五条11時21分、橋本11時33分、小川11時55分、終着の和歌山には12時18分の到着予定でございます。急行列車でございます。乗車券のほか急行券点検が必要でございます。なお2号車はグリーン車でございますので、グリーン券も必要でございます。2号車はグリーン車でございます。お乗り場中ではないようご注意ください。全車両は優先でございます。1号車2号車が順、先頭車は5号車でございます。次は宇治でございます。9時37分の到着、宇治を出ますと奈良まで止まります。本日をもちまして紀の川号はお別れでございます。皆さんに長い間ご愛顧いただきましたが、10月1日からは電波のために列車が廃止であります。長い間ありがとうございました。奈良駅長の川内でございます。弊社は国鉄の業務につきましていろいろとご支援を賜りましてありがとうございます。本日はまた紀の川号の採用の車運転いたしましたところ、多数の皆さん方のご支援をいただきましてありがとうございます。重ねて御礼を申し上げます。すでにご存知のようにこの列車は37年3月準急列車浜遊号として京都、奈良、和歌山、白浜を結ぶ列車として運転いたしてまいりましたが、途中急行の格上げとか、あるいは白浜に名前替えとかを得まして、55年10月皆さんおはようございます。私奈良駅長の川辻でございます。弊社は国鉄の業務につきましてご支援ご協力をいただきましてありがとうございます。また本日はさようなら紀の国号を運転いたしまして、和歌山ラリーなどを計画いたしましたところ、多数の皆さん方のご支援を得まして盛大に発車することができまして、ここに厚く重ねて御礼を申し上げます。皆さん方すでにご存知のようにこの列車は37年3月浜遊号として京都、奈良、和歌山、白浜を結ぶ路線として設定いたしましたが、その間準急にから急行への格上げ、あるいはまた白浜号に名前変更などを得ながら、55年10月現在の京都奈良和歌山間を紀の川号として運転することになりました。京都と平安の町奈良、あるいはまた紀の川沿線をつなぐ列車は、それぞれ皆さん方の交流をつなぐものとして好評を得てまいりましたが、時代の変遷とともに今回京都奈良線の電化、
五条和歌山の殿下とともに指導したとの列車としては一応の役目を果たしまして今回、さよなら運転となったわけでございます。今後は京都から奈良を経て桜井までの直通電車を運転いたしまして、奈良線につきましてはラッシュは20分ヘッド、中間では30分ヘッドなどで、列車の効率と速度あるいはまた列車の運転間隔などを縮めまして皆様方の利用の便を図った次第でございます。で今後は電車の方もご支援ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。本日はゆったりと大和路と紀の川沿線をご鑑賞いただけますれば幸いだと思います。本日はどうもありがとうございました。皆さん、桜井に着きますお出口は左側でおよそ3分止まります。で桜井を出ますと次は高田まで止まります。で近鉄線ご利用の方はお乗り換えでございます。で桜井でございます。ありがとうございました。でお待ちどさまでございました。次は高田でございます。で10時50分の到着でございます。で高田からは和歌山線に入りますので、で進む方向が変わりまして、で1号車が先頭車になります。1号車、2号車の順に一番後ろが5号車でございます。次の高田からは和歌山線に入りまして、で五条、橋本、小川、終着駅和歌山の順の列車でございます。お出口はで左側でございます。高田からは和歌山線に入りまして五条、橋本、小川の順の列車でございます。お待ちどさまでございました。で急行紀の川号京都行きでございます。で次は桜井に止まります。ただいまからおよそ5分で到着でございます。で近鉄線ご利用の方はお乗り換えでございます。で桜井を出ますと天理まで止まりません。桜井から天理まで止まりません。で桜井線に入りましたの で進む方向が変わりまして、1号車が先頭車でございます。1号車、2号車、3号車の順に一番後ろが5号車になっております。で次は桜井です。
ご協力ありがとうございました。この列車のさよなら紀の川号のヘッドマークは浜北市新原の様、おめでとうございます。様には近日中にお届けするようご連絡いたしますのでご了解願います。皆さん、この列車のヘッドマークは紀の川様が当てておりますのでご了解を願います。本日急行紀の川号さよなら紀の川号にご乗車をいただきまして誠にありがとうございました。10月1日から
奈良線、和歌山線の電化開業によりまして、この紀の川号の運転は本日をもって最後の運転となりました。長い間ご利用にいたしまして、深く御礼を申し上げます。紀の川号の変遷をご案内申し上げます。昭和37年3月、京都白浜間を準急浜遊号として運転を開始し、昭和41年3月、急行浜遊号となりました。そして43年10月に列車名を上り急行白浜3号、下り急行白浜2号に改称。その後55年10月に京都和歌山間の運転となって、列車名を紀の川号と改称されました。以来22年間皆様に利用していただき親しまれてまいりました。本当にありがとうございました。10月1日明日からの電化開業によりまして、奈良線では朝夕のラッシュ時には20分ごとの運転、昼間30分ごとの運転となります。京都桜井間が直通運転となります。7往復の増発されます。新幹線の利用が大変便利になります。和歌山線では王子和歌山間が直通運転され、スピードアップになります。また古川和歌山間では4往復の列車が増発となります。この電化開業を機会に、より安全輸送とともに心のこもったサービスを提供し、皆様に愛される国鉄としてより一層の努力をしてまいりたいと存じます。今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。本日はご乗車ありがとうございました。さよなら。紀の川号ご乗車ありがとうございました。車内抽選会にご協力ありがとうございました。今後ともよろしくご支援賜りますようお願い申し上げます。3年間という短い期間ではございましたが、数々の思い出を残して、赤いランプがもうこれきりと消えゆくさよなら列車となりました。これまでお寄せいただきました皆様方の温かいご支援とご利用を心から厚くお礼申し上げます。なお明日10月1日からは奈良線京都奈良間と和歌山線五条和歌山間から電化開業いたしますので、どうぞご利用くださいますよう重ねてお願いを申し上げます。それでは奈良からの乗り換えをご案内いたします。関西線の下り、郡山、大和小泉、法隆寺、道寺、天王寺方面に旅行する方、快速の港町行きは、この列車が着きましたホームの向かい側4番乗り場からすぐの連絡でございます。郡山、王子、天王寺方面、快速、港町行きご利用の方は、向かい側4番乗り場の電車にお急ぎください。すぐ連絡でございます。この快速は途中の王子で、柏原、八尾、平野方面、各駅停車の港町行きに連絡をいたしております。また関西線の上り、木津から鴨、笠木、三河上野、亀山方面にお越しの方は、この列車が着きました3番乗り場で19時35分発普通列車の亀山行きに14分の連絡でございます。上駒、荒倉、浜水方面の各駅停車の京都行きご利用の方も降りた3番乗り場で19時51分発でございます。30分ほどのお待ち合わせでございます。奈良
からは奈良線に入りまして、途中宇治に停まります。奈良からは奈良線に入りまして途中宇治に停まります。あと4分ほどで奈良に着きます。お出口は左側3番ホームに到着でございます。お出口左側3番ホームに到着でございます。で今日はさよなら紀の川号にご乗車いただきましてありがとうございました。奈良で降りのお客様、どうぞお忘れ物のないよう降りのご用意を願います。で皆さんご乗車お疲れ様でございました。で奈良に着きます。出口は左側でございます。本日はさよなら紀の川号ご利用いただきまして誠にありがとうございました。どうぞお忘れ物ないようご用意ください。出口は左側でございます。奈良を出ますと次は宇治まで止まりません。で皆さんお待たせをいたしました。で急行紀の川号京都行きでございます。で次は宇治に停まります。で19時49分の到着でございます。で宇治を出ますと終着駅の京都まで停まりません。お待たせをいたしました。次は宇治でございます。で7時49分の到着でございます。お出口は左側です。で宇治を出ますと終点の京都まで停まりません。宇治でございます。ありがとうございました。お待たせをいたしました。でご乗車ありがとうございます。で次は終着駅の京都でございます。で20時8分の到着でございます。で京都駅からの乗り換えは後ほどご案内いたします。次終着駅の京都でございます。8時8分の到着でございます。
お疲れ様でございました。間もなく終着駅の京都に着きます。お忘れ物のないようお降りのご用意お願いします。両出口は左側6番ホームに到着でございます。本日はさよなら紀の川号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。皆様のご健康を心からお祈り申し上げております。明日10月1日からは奈良線京都奈良間も電化開業いたしますので合わせてご利用いただきますよう心からお待ち申し上げております。で京都駅での乗り換えを申し上げます。で新幹線の上り東京行きの光は12番乗り場から20時17分9分の連絡でございます。続いて小玉335三島行きは11番乗り場から20時33分25分のお待ち合わせでございます。で新幹線の下り新大阪岡山方面にお越しの方は13番乗り場へお越しください。岡山行きの光は20時17分、続いて光広島行きは20時41分発がございます。で東海道線の上り安行きは2番乗り場から20時19分発と米原行き20時52分発がございます。東海道線の下り高槻新大阪大阪方面快速の網走行きは5番乗り場から20時14分6分の連絡でございます。西大路向こう町小谷方面普通電車の西明石行き4番乗り場 で20時23分発でございます。で山陰線ご利用の方急行の丹後13号福知山行きは山陰1番乗り場から20時12分4分の連絡でございます。普通列車の東舞鶴行きは山陰2番乗り場から20時32分24分のお待ち合わせでございます。那古線ご利用の方は3番乗り場から21時5分発でございます。お疲れ様でございました。本日はさよなら紀の川号ご利用いただきまして誠にありがとうございました。お疲れ様でございました。京都終点でございます。お出口は左側でございます。